ネット競馬ニュースフラッシュ、こんにちは。10月7日月曜日のニュースをお伝えします。大花奇跡、坂巻さとみです。この番組では毎週月曜日から金曜日、大花奇跡メンバーが日替わりで競馬ニュースをお伝えしていきます。まずはヨーロッパ最大の競争の一つで、世界最強の競走馬を決めるレースとも言われている凱旋門賞のレース結果をお届けします。6日にフランスのパリロンシャン競馬場で行われた凱旋門賞は、中段後方から進めたピエール・シャルル・ブドウ騎手騎乗の9番人気バルトガイストが直線で先に抜け出した、ランフランコ・レッドオリ騎手騎乗の1番人気エネイブルをゴール前で外から差し切り、これに1と4分の3馬身差をつけて優勝しました。勝ちタイムは重馬場で2分31秒97。3着には1と4分の3馬身差でクリスチャン・デムーロ騎手騎乗の3番人気ソットサス、4着にはさらに2分の1馬身差でライアン・ムーア騎手騎乗の2番人気ジャパンが入りました。武豊騎手騎乗の10番人気ソフトライトは6着。日本勢ではスタート一息で中段後方から進めたクリストフ・スミヨン騎手騎乗の6番人気奇跡が7着で再先着、川田優雅騎手騎乗の5番人気ブラストワンピースは中段から進めたが直線で伸びず11着、クリストフ・ルメール騎手騎乗の4番人気ピエールマンは後位集団で進めたが最下位の12着となりました。勝ったバルトガイストは前哨戦の G2 フォア賞を制して臨んだ大一番で、3連覇がかかっていた女王エネイブルを見事に差し切り、 G1 は2016年クリテリウムドサンクルー、2018年サンクルー大賞、2019年ガネン賞に続く4勝目、通算成績はこれで21戦9勝となりました。エネイブルが最後の直線で抜け出して史上初の3連勝になるかなと思いましたが、バルトガイストの決め手が光りましたね。おめでとうございます。続いて毎日王冠 JRA レース結果をお届けします。6日東京競馬場で行われた毎日王冠は、スタート一息で最高峰からの競馬となった戸崎啓太騎手騎乗の1番人気ダノンキングリーが直線で外から突き抜けて逃げ粘った、2番人気アイロリットに1と4分の1馬身差をつけて優勝しました。勝ちタイムは両馬場で1分44秒4。さらに1と4分の1馬身差の3着に3番人気インディーチャンプが入りました。勝ったダノンキングリーはスタートで後手を踏みながらも強豪コバを圧倒し、悲願の G1 制覇に向けて弾みをつけました。またダノンキングリーはこの勝利で10月27日に行われる天皇賞秋の優先出走権を獲得しました。おめでとうございます。次に京都大賞典 JRA レース結果をお伝えします。6日京都競馬場で行われた京都大賞典は、後位でレースを進めた坂井隆盛騎手騎乗の11番人気トレッドノータスが直線で逃げた6番人気ダンビュライトをかわして先頭に立ち、最後はこれに1と4分の1馬身差をつけて優勝しました。勝ちタイムは両馬場で2分23秒5。さらに4分の3馬身差の3着に5番人気シルバンシャーが入りました。なお2番人気エタリオは5着。1番人気グローリーウェイズは6着。3番人気エアウィンザーは12着に終わりました。勝ったトレッドノータスは2015年11月の京都2歳ステークス以来となる重賞勝利を飾りました。またドレッドノータスはこの勝利で10月27日に行われる天皇賞秋の優先出走権を獲得しました。天皇賞秋は2019年で第160回を迎えます。10月27日に東京競馬場で行われる秋の中距離王決定戦、今からとても楽しみですね。以上、ネット競馬ニュースフラッシュでした。